君もここが好きなのかい？いやあ、君は確か、ヨハン。上がっておいでよ。ここからの方がもっと景色がよく見える。ああ。ありがとう。いや。うわ、ちょっと怖いな。怖くなんかないさ。おい、よせ。よせったら、よせったら、危ないよ。よくここへ来るの？ああ。この時間になると、家に明かりが灯り出すだろう。家族が家に帰ってくる。どこからともなく、夕げの匂いがしてくる。憧れなんだ、僕の。憧れ？ああ、僕は子供の頃からそういうのなかったから。君の家族ってどんなだった？あ、ごめん、気に障ること聞いちゃったかな。実は僕、子供の頃から里親に引き取られて。よかったら聞かせてくれないか？え？君の話。なんのことはない。これだ。これ以上欺くことはできない。ファーレンの遺書の文章だ。いや、あれは遺書なんかじゃない。本のこの一行を訳して書き写しただけだ。これが僕の生い立ちさ。ちょっと湿っぽくなっちゃったけど。不思議だ。君が相手だと何でも話せちゃうよ。今の君の話、大金持ちの父親ってシューバルとのことかい？僕のために泣いてくれるのか？